ウィロード第12節3戦目6番バッター森、ホークスこの回3点を入れています。さあ先制に成功してなおも追加点のチャンスを迎えています。いい初球時センターに大きな打球、センターが取りました。2アウトです。打順は1番に帰ります。バッター柳田、今日は盗塁が1つあります。ワンアウトランナーありません。ファウルになります。改めてお聞きしますが、バッターボックスの柳田、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的には一発を狙う。打った、右中間に大きな打球、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。8番バッター鶴岡、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいボールですね。はい、アウト、打ちました。セカンド取った、アウト、ワンアウト。試合を制したのはソフトバンクホークス。